平手和也は日本人アルパインクライマー山岳カメラマン。登山界で最も名誉とされるピオレドール賞を日本人で最多の3度受賞している。石井スポーツ所属。長野県諏訪郡富士見町出身で同県辰野町小ので育つ。小中学校では剣道で長野県3位となった。1995年4月。 東海大学第三高等学校に入学すると、陸上部に所属し、競歩の選手として活躍、全国大会で6位入賞。高校時代は訓練のため、赤岳など日本の山を陸上スタイルで走って、登っていた。1998年4月東海大学に入学、高校時代に引き続き1、2年時は、陸上部で競歩に取り組み、日本選手権では10位となった。 大学2年の秋に、競歩への情熱が冷め、3年時より陸上部を離れ、山岳部に所属。4年生の春、チベット側からのヒマラヤ山脈遠征に加わった。2001年に、未東方クーラ管理東方に初登庁を果たし、日本スポーツ賞を受賞した。2002年、カラコルム山脈のパキスタン北部エリアを訪れ、未東の山やルートへの思いを募らせた。 ゴールデンピークを目標に選んで、パートナーを探して登山家に声をかけ、応じた谷口慶を2004年に、北西領の初登販に成功した。2008年7月、同じ ICI e c スポーツ所属のプロ登山家、竹内洋だけからの誘いで8000メートル峰の、ガッシャーブルムツーボンとブロードピークに、サポート兼カメラマンとして参加し、連続登頂に成功。 2008年10月のカメットボーンラン壁、ミトルート初投販の功績によって、谷口系と共に、第17回ピオレドール賞を日本人として初受賞。同功績により、日本スポーツ賞も受賞。山岳スキー競技選手権アジア選手権団体、リレー優勝、個人バーチカル5位、個人総合4位。二千十三年五月、三浦エベレスト二千十三体に参画し、 三浦祐一郎の80歳でのエベレスト登頂を撮影した。2014年 NHK テレビ番組グレートトラバースで日本100名山市筆書きに挑戦した田中春樹氏に撮影スタッフとして同行した。翌年続編の日本200名山市筆書きにも撮影スタッフとして同行している。2015年12月。 世界的な山岳登範と独自の技法による撮影実績が称えられ、第17回、秩父の宮記念山岳賞を受賞した。2017年2月には、誰にも真似できない冒険と撮影を両立している、として、第21回、上村直樹冒険賞を受賞。 2017年11月には、同年の8月22日に達成した、シスパーでき東壁ミトールート等班の功績によって、兵室の新たなパートナーでもある、中島武雄と共に、第12回ピオレドールアジア賞を受賞し、翌2018年には、同功績で2度目のピオレドール賞となる、第26回ピオレドール賞を受賞した。谷口啓は2015年に、 北海道の大雪山系で遭難死しており、兵室はシスパーで山頂の雪中に谷口の家を埋めた。2019年7月にパキスタンのカラコルムのラカポシの未踏の南北キルートから登頂し、翌2020年に同鉱石で3度目のピオレドール賞となる第28回ピオレドール賞を中島武雄と共に受賞した。 登山を始めた初期は命をかければどんなルートも登れると思っていたが、カメット山頂近くで滑落してパートナーの命もかかっていることを自覚。慎重な性格で様々な忠告をしてくれた谷口には感謝している。未登法や新ルートへ挑み続けるのは自ら課題を見つけて答え合わせをすることに意義があると語っている。垂直に近い登板ができるようになったのはと、 登山用具の進歩が大きいとしつつ、酸素の薄い鉱山を自ら荷物を担いで、速攻登山するスタイルであるため、可能な限り1日 20km のランニングと1時間ほどの水泳で鍛えている。撮影することは社会との接点であり、それに触発された若い登山家がアルパインクライミングに関心を持ち、支援者の層が広がるメリットもあるとしている。 実家のある富士見町にツリーデッキを作り、遠征前に帰省して、心身をリセットしたり、ブランコで子供を遊ばせたりしている。2020年時点では、軽2性壁心ルートの無酸素登頂を次の目標にしている。2018年に偵察済みだが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、現地入りできないため、 日本国内でのトレーニングで準備中である竹内は、平室のことを2008年7月のガッシャーブルム、通報とブロードピーク登頂計画でのサポート兼カメラマンに指名した理由として、映像などの記録を残したい、何かあった時のために、身近な人がいてほしい、強い、自分がダメになっても登山を続行できることを挙げた。2005年、インドのシブリンボンで、 谷口圭と未踏ルートの踏破に挑んだ際、荷物の選定を誤ったことから、登頂には成功したが、足の指を3本切断することになった。この時の教訓は、2008年のカメット登頂に生かされた。2010年11月7日、兵室及びドイツ人パートナーのディビット・ゲット・ラーは、ヒマラヤ山脈のアマ・ダブラムに遠征中、未踏ルートにこだわり、 北西北新ルートを進んだ。その後、加工した二人は切り立った山肌で身動きが取れなくなり、ヘリコプターで下るのも一つの方法と兵室が案を出し、携帯電話にて救援要請。その要請を受け、フィッシュテイルエアー社の山岳救助のヘリコプターが出発。ヘリはまずゲットラーを救出、さらに兵室の救出に向かった。しかし、 そびえ立つ巨大な6300メートルの標壁でヘリは、クラッシュを起こして1500メートル内下に墜落。救援隊の2名、パイロットのセービィン・ベイズニアット及び技術者のパーナ、アウェイリーが死亡した。ネパール軍はこの時点で、現場の危険度を顧り救助ヘリを出すことを拒否した。その後、死亡したパイロットの友人にあたるパイロットが、フィッシュテイルエアー社のヘリで兵室を救出した。 この事故において、ゲットラーシと兵室の二人は救出されたものの、地元のネパールの救援隊員二名が死亡するという最悪の結果となった。死亡した救援隊員は過去にスイスで山岳救助の訓練を受けていたという。スイス国営放送は彼らの死を悼んで番組を作成し、救援隊員の訓練当時の姿、事故後に嘆き悲しむ。 残された妻子などの家族たち、葬式の模様が報道された。平室は、この事故で登山をやめることを考えたが、亡くなったパイロットの葬儀に出席した際、両親から新しい命をもらったと思って、登山を続けていってほしいと言われたと、TBS テレビ、クレイジージャーニーで語っている。ありがとうございます。